はい、ヨーソローというわけでザクさん使いのアタックです。今回は、まあ、解禁されたヤークとアルペ使ってきたんで、それについて実況したいと思います。さあ、まあ、ヤークとアルペ使ってみたんですけど、まあ、まあ、両機体かなっていうのもありますし、ちょっと壊れてるところもありますね。まあ、ファングとかが弱いっていうのはまだいいんですけど、ただ結局はやっぱりいろいろと強いところはあるんです。さあ、まあ、実況していきたいと思うんですが、まあ、まあ、ファングからの下書きでいろいろとできるんですけど、正直一番壊れてるダーク武装は、チャージショットかな。正直射撃チャージ とかもそう、射撃チャージいろいろ壊れてる部分もある。下から撃つとマオションが全く見えない。正直やってた時にあれどこで撃ってんだっていう感じはあります。さあファイヤーバード。さあファングからの横得、あとやっぱり横得ですね。さあ掴んだ。さあ横得からなんで、まあ多分280くらい削れちゃうでしょう。正直これだけでも一気に飛ばすのがやばい。さあやばい展開ですけど、さあ掴んでしまって、ああ格闘を打って一気に、まあ、なるんだったら、まあ大車輪まで行きたかったけど、ダメ。さあトライマル確定。さあダブルゼータ7なんで、もう突っ込みっていこうかなったら、ドライバーに落としてそのまま終了。まあ本当に格闘出すんだったら前、格闘の、火力出すんだったら前角から大車に入れた方が一番減るのかなっていう感じですね。さあ続いての組み合わせですが、さあ3000の森の中にドラゴンまで追い込んで、ドラゴンがまあ相手の方の役と取るかで、こちらデスティンですね。正直この機体なんだろう、射撃より格闘、格闘より射撃です、ね、格闘も強いけどやっぱり本当に射撃寄りの方です。さあ、正直ヤクトアルケードミラーだと、不毛な技始まります。横得合戦始まるっていう。さあチャージショット当たると思ったら、相手の方のファングの方かな、あ、じゃあファング GN ミサイルの方当たって、さあ N 得、さあチャージショット、さあ不毛、さあ横横横、正直あと横はアルケですね。やっぱりアルケの横波に強い。だから横トップ、振るんだったら横角の方が強いかな。で、まあ、ダウンしてるんだったら、さあ、掴んだけど、まあ、さあ、見てねえんだ、見てないんで、エクステンド。さあ、これが強い。さらに前角。まあ困った時はダウンオイツの前角ですね。まあここを普通に着地すればいいわけです。さあ、GN ステルスフィールド貼られて。正直相方にもステルスフィールド貼れるし、自分もステルスフィールド貼るのはすごいじゃない。さあ、これ、実はこれで200くらい、あ、で240くらい貼るくらいで。さあ、これは甘かったな。横だけ突っ込むんだけど、横角で避けられて、そのまま、取られるって可能性が高い。さあ、不毛な甘さい。正直、横解く。あー、最終ヒップ秘密ヒント入っちゃったさあ、ドラゴンとして、しかし、デスティニーが、流星光直径当たるっていう。さあ、ジャージショット両方当ててくる。さあ、まあ、叩き込んでいく感じで。火力出すんだったら、N 解くの方かな、ゲロビは。さあ、学生と同時にセルフィーで張って、相手逃がす。さあ、掴んで、しかし、カット入る。
さ、まあ帰らないさ、N 特殊入った。さあ、これがあるから、いや、近寄れない。さあ、下書きから逃げて横解く。正直、不毛な争いなんだよな、っていうのはありますね。横解く合戦始まるっていう。横解く見て、横解く当たんなかったら、じゃあ横解く振ろうっていう。正直、そういう合戦は、そういう読み合い始まる。読み合い合戦の始まりです。ですね。そんな感じがあります。さあ、続いて、試合ですが、さあ、アマツリーナと組んで、相手はバスターとゼータ。さあ、下がく。さあ、サブ当たって。正直、下書まあ、下書がちゃんと設置判定ありますね。設置判定あってっていう感じで、さあ、バスターに何まで、バスターって呼び。さあ、横とく。あとはやっぱフル武装がなかなかない。他アルケだとやっぱ横毒から突撃できるんですとかあがきできるんですけど、この機会あがきが本当に横毒ぐらいしかない。さあちゃお、あー痛い、これは痛い。サブからの明確、ただの特殊毎角か。じゃあ、ブー角、特殊発生。さあ、まあ、突っ込んでくるとこうなりますね。横得、横得サルにする。チャージショット変わり合い。さあ、何もいじってない。さらに毎角からの特殊。さあ、相手のゼータ覚醒。さあ、これが強い。ファイティー。まあ、当たるでしょう。まあ、さあ、格闘してしまった。しかし、両方、相打ち上飛んで、アワツミナ落とす。が、こっち、アワツミナ持って、こっちも、折り返し。さあ、まあ、なんでこっち、不利なんですけど。さあ、横遠くからの、後ろ派生。大車輪入る手前で、また横遠くからの、後ろ派生からの大車輪。これ警察署の295ぐらい減ります。まあこれで安い方っていう。前角からやって N 角後ろ派生大車輪入る直前で打つとなんと脅威の340減ります。かなり痛い。いろいろとおかしいです。前角の前角がすごい補正が緩い。さあバスターなんでまあ突撃していく。横角当たって終了。なので素手で格闘するのか前角と横角の方がいいかなって感じですね。さて今回実況以上となります。ご視聴ありがとうございました。